んが歯磨き嫌がるって結構言われんのよね。どう思う？お口開けてください。口元美容香織です。公式 LINE もやってて、そっちではお得な情報を流してるからね、ぜひ登録してね。でやな、子供ちゃんが歯磨き嫌がるって結構言われんのよね。どう思う？嫌がる子結構おったりするわ。だってな、お母ちゃん必死やんか。お母ちゃんの顔怖いと思うで。えらいお母ちゃん怒ってるわみたいな顔してたら、子供もその時間嫌やから逃げようって思うよね。これ普通のことやね。だからその時間こそが一番いい、一日の中で楽しい時間にするべきやんか。歯磨きを楽しむなんてなかなかないからさ。なんでみんな磨いてるか言ったら習慣やからやんか。当たり前のように考えもせずに磨いて寝ようと思って寝てるやん。子供ちゃんにもその当たり前をつけてほしいなと思うから、ぜひぜひ楽しい時間にしてほしいなと思ってんのよね。たまには子供にお母さんの歯も仕上げ磨きしてなんて磨いてもらうようにしてみたら、これもゲーム感覚で楽しいかもしれへんしな。歯磨くっていうことは習慣づけるためにやってるけど、ほんまに虫歯になれへんために重要なこと、これは3歳まで砂糖のものを会えないこと。お菓子3歳まで我慢したら虫歯になるってことはないわけよ。甘いもんっていうのが虫歯を作る一番の悪の原因やからさ。お菓子あげよう、飴あげよう。ちっちゃい子には飴はあげへんほうがええで。飴とジュースをたしなむ人っちゅうのはなかなか虫歯予防難しいからね。歯磨きも大事やけど、そういう食生活見直してみてな。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またでーす。